こんにちは、佐々木です。本日は、福袋当選、中身の正体とは、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。去年ですね、ヨドバシカメラの福袋当たりましたので、その中身ですね、紹介させていただきます。はい。まずですね、ヨドバシカメラからですね、到着した時に、こういった状態で来ました。で、その次ですね、開封しましたら、こういった感じで、になってますね。恒例ですね。その後ですね、こういった方に Bluetooth ですね。これが入ったんですね。非常にこれ高いです。はい。で、ですね、こちらの、ワイヤレスイヤホン。こちらも入ったんですね。はい。で、これですね、2つで大体ですね、2万円ですね。今回福袋2万円が当たりました。で、倍率が大体100倍ぐらいですね。はい。で、この二つをですね、大体ですね、利益確実に出ます。1万円ですね。1万円以上出るかと思います。はい。なので、ぜひね、興味ある方は来年ね、挑戦していただければいいかと思います。はい。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリーマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかですね、詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録した際に日記でもかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。